ジャン君、今日の開封動画ですと言ってもいただき物、いただき物です。いつものやつですね。はい、これ結構ガッチリガッチリガッチリ、ジャン君出てきたにゃん。写しておきましょうか。あ、ジャン君たちに買ったこれ開封動画しなかったよ。これ忘れてた、これは買ったものですが、買うのが当然にやんけ、かわいいでしょ。なに、カツオ。そうそう、カツオ、デニムでできたカツオこれは、多分ポンちゃんの枕として、買ったんだと思いますが、今のところあまり反応がありません。これをね、これを見て買ったのね。だけどそんなにパンパンしてないからいいかと思ったら、なんかね、はい、いっぱい入れてくれたみたい。初ガツパンパンしてますなのでちょっとくったりしてきたらポンちゃんがきっと使ってくれるでしょう、よいしょ。はい、なんか可愛い。何でしょう、なんかメイソン、可愛いのが入っています。ここから出して、ポンちゃんじゃない、ジャン君そこに行ってくれるよ。なんかお、コーヒーだ、カルディのコーヒーだよ。めっちゃ良かったね。やったー、コーヒー黒犬用。あ、チュールだ。あ、大丈夫かな。うん、じゃん、アンドポンちゃんのやつにどうぞって書いてあるね。はい、はい、ありがとう。あ、このポンっていうやつまだ買ったことないんだ。あ、これもね、これはチョコ、うん、あ、チョコか、あのシーバの、うん、あのこのチュールっぽいやつ。あ、ほん、そう、最近ね、あのチュールじゃないこういうのもね、うん、あのポンちゃんがあんまりチュールをだんだんちょっと残すようになってきたので、いろいろうちもね買ってみてるけど、まだこれは買ったことなかった。試します。ありがとう。じゃあ、あとこれは何か、これ開けていい、うん、これも入ってたの。よいしょ、よいしょ、何でしょう。 お箸だ。あ、すごい、なんか立派なにゃんこ、招き猫かな、招き猫、うん、かわいいやつ。ありがとう。ネオトバシ、はい、あともう一個入ったの、なんか2つ届いたの。カルディ開ける、あとでいい、これなるほど、またジャン君が投げるやつだね、これはね。ジャン君よ。さらにはこれ、何これ、フクロウかな、ミミズク、ミミズク系だと思うけど、もうあの開けてみよう、なんだっけ、宮崎駿アニメの感じになってるね。よいしょ、フクロウ、あ、イヤホンにインって書いてある。あ、はい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 、イヤホンジャックみたいなね。はい。かわいいやつ。どんどんかわいいが集まっています。これは何だ？おまけって書いてある。はい。これは何？あー、なんか掴むんだね。スマホ、タブレットが汚れない。それで掴みなさいってことなんだね。あ、違います。黒犬が、あ、ポテトチップスを食べて手が汚れるので、ポテトングだって、ポテトングだって、これでポテトチップスを食べると手が汚れて、なるほど。そういえば昔 ね、うん、箸でね、うちの父がね、箸で食べた、そういう人は多いです。あ、そっか。あ、何、
とのど飴、はい、ありがとうございます。そしてあ、お茶にあられが入ってるやつ、はい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 、いいじゃん、へえ、こんなの知らなかった、面白い、美味しそう、はい、ひとまとめどうもありがとうございます。なんかいつもいただいてばっかりでありがとうございます。はい、開封動画第2弾、こちらは自分で購入しました。これ当然なんですけど、ね、そっちが当たり前だ普通です。はい、まおいママさん大好きなムーミンのこれ本、本です、はい、実はボックスになってるやつですね。そう、何年も前から欲しくって、うん、でもちょっとお高めなので悩んでいるうちに、うん、はん、なんていうの、もう終わっ、終わっちゃった、終わったってね、売り切れちゃってて買えない状態になっていたのが見つかっちゃったんです。そう、またに、あ、3回目なのでも、うん、で2回目も見つけた時があって、でもうーんって悩んでるうちにあれして、それでこれで3回目なんですね。で、あ、もうダメかも、なくなっちゃう、またって思って今回は買ってしまいました。はい、中まで見せたいのね。そうなの、中が可愛いの、文庫が、文庫でね、ほらずっと買って読んでたんだから、揃ってるのは、文庫は揃ってたんだけど、このちょっと大きめの本では持ってなくて、これね、あの本のね、これが可愛いの、表紙とか、それが可愛くてね、はい、あ、こんなとこにもこんな可愛いスニフが、うん、スニフが見る？ムーミンとスニフ、あ、こんなでーす、よいしょ、どっちが一巻か見えない、可愛いでしょ？ほら、うん、いいね。そうなのよ、だからこれがあの、なんていうの、もう一回昔出てたのをもう一回なんていうのそういうのって、もう一回出ること、本が、この同じ表紙でね、出ますよーって再販ですね、再販、何年も前にで箱で売りますよーってなったので、はい、9冊です。自分で買ったそうです。おめでとうございます。はい、1冊ずつ買うより安いですよ、ちょっとだけね。はい。はい、今日は髪を切ってきました。いつものですね、おしゃれにやってくれるところで切ったんですが、今回は、変な木を照らわないという形でですね、ライブの時になぜかダンディーですね黒岩さんはって言われる、そのダンディーを、形にしてみましょうというテーマでお願いしました。だいぶ困ってました、人によってダンディーは違うよねっていう話もしながらですね、こんな感じいかがですか。自分では見えないのでどうでしょう、ちょっとね、少しだらしなく伸びていたところを刈り取ったという形ですね。真っ白いね髪。